宝宝は、かつて、日本国有鉄道が、塩止め駅梅田駅で運行していた、コンテナ専用貨物列車である。日本の鉄道貨物輸送は、シャーツ貨物が中心であった当時において、日本初のコンテナ専用列車であった。21世紀初頭では鉄道による貨物輸送の主流となっている、コンテナ輸送の先駆けとなった列車である。編成最高尾の車掌車には、宝、 コンテナ特急と表記した円形のアンドン型テールサインを装着して運行していた。鉄道コンテナの調査研究を進めていた国鉄は1955年3トンコンテナを試作し1956年6月より、トラ3万系無害貨車を使用して、汐留梅田間で試験輸送を開始し、9月より笹島、梅田、塩止留笹島にも試験輸送を始め、 それは1957年3月まで続けられた。そして4月より営業開始をしたが、取引単位に適合しない、運賃が割高である、コンテナの個数が少なく使用しづらいと不評で1959年5月には運用を中止した。3月に5トンコンテナを試作していた国鉄は6月より、同時に開発された専用貨車地規5000系コンテナ車により止め、で、 試験輸送を開始し、その結果量産型のコンテナを製作することになった。宝は、1959年11月5日に、運行を開始した。牽引するのは、アジュー軽電気機関車で、当時水田タ車場梅埋め館は、非電化であったためこの区間のみ、D52 軽乗機機関車が牽引していた。地機5500系コンテナ車24両と予5000系。 車掌車を連結した25両編成で、全長は460メートル、重量1000トン、旧規格のことにコンテナを120個積載し、速度種別は特急加工 A、最高速度時速85キロメートル、10時間55分で、塩止めと梅田を結んだ。標定速度は時速50.7キロメートルであった。列車番号は、下りが第71列車。 上りが第72列車とされ、下りは、塩止め19時35分発、梅田6時30分儀、上りは、梅田20時40分発、塩止め7時35分儀であった。1960年10月1日のダイヤ改正においては、コンテナ専用列車は、宝のみであったが、それ以外の方面に運転されていた、急行車扱い列車に、コンテナ車を併結する形で、各地に、 コンテナ輸送サービスを開始した。また下りの宝の潮止め発時刻が終火の利便性のために50分繰り下げられ、潮止め1 0時25分発、梅田7時36分儀の11時間11分運転となった。1961年10月1日のいわゆる三独東大や改正において宝はに往復運転となり、上下ともそれぞれ第一宝。 第2宝として運転されるようになった。列車番号は、それぞれ、第51列車、第50列車、第53列車、第52列車に変更となった。1964年10月1日の、東海道新幹線開業に伴う、ダイヤ改正では、新幹線に優等列車を転移させたことによって開いた、東海道本線のダイヤを利用して、貨物列車の増発 その後、急速にコンテナ貨物列車の運転は成長し、各方面に運転されるようになったが、その列車名は必ずしも宝とはされなかった。1966年10月1日から1万経過車を使用した貨物列車で初めての時速100キロメートル運転列車が設定されるが、この列車名は、ことぶき、栄、あけぼのなどとされている。 宝に由来する列車名の中では、九州へ向かう、西だから、東北、北海道方面にへ向かう、北だからといった列車名が設定されている。また、運転区間も、東京側は、隅田川、品川、大阪側は、味川口、港川など、多様化している。1965年からイギリス国鉄で開始されたフレートライナーのサービスは、 コンテナを利用してトラックと鉄道を一貫輸送サービスとして提供するもので国鉄でもこれを参考に同様のサービスを開始することになった1969年4月25日からフレートライナーの運行が始まりこれに伴って宝の愛称は廃止となった二千九年十一月八日宝の運行開始五十周年を記念して東京貨物ターミナル駅にて イベントが行われた。2016年4月29日に開館した、京都鉄道博物館に保存展示された横線型横線8は、保存に際して、宝時代の塗装に復元され、テールサインも掲出されている。ありがとうございます。